ファーザーランドは、イギリスの作家ロバート・ハリスの歴史改編小説。タイトルはドイツ語で祖国を意味する、ファーザーランドを英語に置き換えたもの。ロバート・ハリスの小説デビュー作であり、ナチス・ドイツが第二次世界大戦に勝利した世界を舞台としたミステリー。1992年の発表後、世界各国で話題となり、日本では文芸春秋から出版された。 1994年にはテレビ映画化されているファーザーランドのヨーロッパファーザーランドの世界地図赤がナチスドイツオレンジがその属国茶色がヨーロッパ共同体黄色が中立国水色がアメリカ青がアメリカの同盟国ファーザーランドの世界と史実の最初の違いは1942年のラインハルトハイドリヒ暗殺計画の失敗だった ここから、ナチスドイツは、快進撃をはじめ、東部戦線では、ブラウ作戦の大成功によって、カフカースの油田地帯を、制圧、さらに偽情報によって海軍が混乱した結果、イギリス国王ジョージ6世や、ウィンストン・チャーチルをはじめとする英国首脳部はカナダへ、逃亡、新独派のウィンザー公が復位した。1946年、アジアでは同盟国日本が、 アメリカ合衆国の核攻撃を受けて降伏したが、これに対しドイツは弾道ミサイル V-3 でニューヨークを攻撃した。互いに相手を全滅させられることを知った両国の間で停戦が合意され、ここに勢力均衡と冷戦の構図が完成した。ドイツはヨーロッパ新秩序構想を具現化、結成し、続国をそこに取り込んで強大なドイツ経済圏を誇った。 ナチストクイの人種論は、ヨーロッパ全土で幅を利かせることになり、いつの間にか、ユダヤ人は東方に移住させられたとして、人々の前から姿を消し、その東方に住んでいた、ロシア人やウクライナ人など、スラブ民族は、低賃金労働者としての人生しか残されなかった。しかし、科学と文明の発展の前にあってそうした、些細な問題を堂々と口にする、ヨーロッパ人は、 反体制的な学生しかいない。ともかく、ナチスドイツは、第二次世界大戦に勝利し、ヨーロッパ全土を勢力下に置く、超大国になっていたが、未だ抵抗を続けるソ連との泥沼の戦争を終わらせるために、アメリカ合衆国と友好関係を結ぼうとしていた。1964年、アドルフ・ヒトラー総統の75歳の誕生日を、間近に控えたある朝、 刑事警察の捜査官であるクサビアー・マルヒは、湖から引き上げられた老人の遺体について、捜査を始める。この高級住宅街に自宅を持つ、男の名は、ヨゼフ・ブーラー、元ポーランド総督不次官であった。彼は事件に関わりたがらない同僚のイエーガーや、ドイツ高官の横領について取材するという。 ニューヨークタイムズの記者マグワイアとの付き合いに悩みつつ、捜査を進めていくが、その結果として、歴史の闇に隠された、恐るべき真実に近づいてしまい、消したポに追われる身となる。折しも、米独友好の兆しが見え始め、アメリカのジョセフ・ P ・ケネディ大統領が報読すると、発表されていた。この時期に、ドイツの評判を落とすようなスキャンダルは、誰も望んでいない。 マルヒもドイツ当局も、それぞれに真実と国際社会の安定を天秤にかけることになる。ありがとうございます。